はーい。お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、自称少年革命家ユータボックについていろいろとまたね、疑惑が上がってるんでお話ししていこうかなと思うんですけど、まず一つ目としてはですね、こちらですね、クラファンでのリターンの話で、規約的にも違反があるんじゃない支援者から反感があるぞーっていうような話があったりするんですよね。っていうのと、もう一つですね、こちら、あの、この間は関西寺で法は聞いてきましたよって元光も動画であげたんですけど、ただ、これにかなり 闇ななな、えー、関係があるんんじじゃいいかっていうこことでこんな感じカルト宗教の疑惑があるところとお父さんがなんか絡んでて実は闇で深すぎるんじゃねえのかっていうことで、ね、ネットで話りになってるんですよそのことについてもねちょっとお話し,していこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュースのことを終わらしていきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ、このいろんな疑惑、まあ、ちょっとねあの笑い事じゃないぐらいの話にもなってきてるんでね今回説明していきますねでとりあえず少年革命会 ータバンクの最近の話なんですけどこんな感じで、ねえー、ツイートしてました「道の駅いろんなとこ行ったよ」って言いながら、えー「今日で7日連続車中泊や」って。 え、道の駅で車中泊してんのユダボンくん。マジかって。まあ、それって政府なのかなまあ、駅によって違うのか分かんないですけど、まあ、とにかく道の駅で何日連続車中泊してるらしいですよ。まあ、ちょっと噛んじゃったけど、これで俺も車中泊 YouTuber や、人生は冒険だーって、また何が冒険なんだよみたいなね。こんないつもこうあの語尾につけてるわけなんですけど、ね、この決め台詞みたいな。最近だと、スタディしてきたぜってやたらスタディを強調してるんですけど、一体何が勉強になってるのか、ちょっと求めてみまよく わかんんないんで、すよねで、えー、これで俺も車中泊 YouTuber やーって言ってるんですけど、車中泊 YouTuber って何なの元道ちょっとそのジャンル知らなかったんですけど、少なくとも車中泊 YouTuber って言うんだったら、車中泊の様子を YouTube で収めて、それを配信するんじゃないのかなって思うんですけど、その様子ね、あのー、ゆたもんくんのチャンネルで全然ないんですよ。これどういうことっていう感じがするんですけど、しかもなんかこう、自慢げに7日連続車中泊やって、別に何の、 ねえー、自慢するような話でもないと思うんですけど、まあ、こうやって、ねえー、いろいろとあのツイートで、ね、最近の話を上げてくれてるわけなんですけどこの間、まあ、疑惑というかこんなことを、ねえー、反感買うようなことがあったんですけどこの方がツイートしてくれてます「ユタボンスタリー号クラファン2万円支援の意味は?」っていうことでもともとこのクラファンで日本一周しますよっていうものの,、えー、そのリターン あの支援してくれた人へ返すよっていう内容で、元々何回も取り上げてましたけど、2万円で、ユタボンがご自宅にお邪魔して、一緒にお話ししながらご,ご飯をごちそうになります。あなたの街へ行きますよって、ユタボンが会いに行きますよって、ご飯も一緒に食べれますよっていうね、そんなの2万円で売ってたわけなんですよ。2万円払って、ユタボン君にご飯ごちそうしないといけない、そんなリターンがあったわけなんですけど、今回ですね、ユタボン君コメディでたまたま出会った人にあの家に泊めてもらうっていう 話があったんですよねこれ、まあ、実際これをねそれを言葉でも書いてくれてるんですこれでね「本で写真撮ってください」って言われたから、まあ、そのコメンで出会った人にね「で写真撮って今日どこに泊まるんですか?」って言われて「車中泊」って言ったら「ならうちに来てください」って言われて行ってって。 あどうぞどうぞって、うちに来てくださいって、で、そのまんま行って、えー、夜ご飯もいただいて、フロムを入らせてくれて、寝るところまで用意してくれて、本当にありがたいですって、助かります、めっちゃありがたかったですって、ゆたぼく言ってるわけなんですけど、ただ、これって、今回のクラウドファンディングで日本一周してる最中に誰かの家に行ってご飯を食べさせてもらったり、えー、と仲良くなったり、まあ喋ったりするっていうのは、本来クラウドファンディングでこうしたリターンがあるわけなんですよ。 だから、もしね、ユたぼンくんに家来てほしいってなったら、2万円払わないといけなかったはずなんですよね。なのに、簡単に家に行ってご飯もごちそうにしてもらって、まあ、いろいろ喋ったりだとかしてるわけでしょ。これって、この2万円支援した人からしたら、ええ、だったらうちにも無料で来てくださいよって思われてもしょうがないわけですよね。だから、今回のことは、支援者から反感あると思います本当そうだよね。まあ、どれだけの人がこの2万円に支援してたかっていうのは知らないんですけど、 これ絶対おかしいよね。え、だったらうちにも無料で来てくださいよ。なんで2万円渡さないといけないんですかってなると思うんですけど、まあこちら一旦ね、いいでさせていただきますね。あ、もともね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローをしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。まあ下手したら、このクラファンの日本一周してる最中にこういうことするって、規約違反って捉えられてもおかしくはないんじゃないのかなって思うんですよね。まあそうしたことにこういう意見があるんで、なるほど、今回のご行為で家に泊めた方は2万円を払わなければならないということになりますねって。 うん、この旅の途中での動きだったらそういうことになりますよね。事前に支援する人は2万円払う必要があって、飛び込みで食事を用意してくれる人は2万円を支払う必要はない。なかなかの不公平ですねって、本当そうだよね。ここら辺何も思わないのかな、クラウドファンディングで支援した人っていうのは。うん、もう笑うしかないですねって。もうやってることがブレブレで、もう逐一で、ね、突っ込みどころがあずされた状態で合ってるんですね、言うた僕。まあこれ小さいことかもしれないけど、でも、あの支援者のことを考えたら、 これ、おかしいって思わないのかなまあ、とりあえずね、こちらもね、いいね、させていただきますね。まあ、こういうクラファンの規約にも違反するような感じのこともあったりするんですけど、ただ、もっともっとやばい闇の話があるんですよね。それがこちらなんですけど、この間のね、この話、ユダボンくんが、今日は完成時で法話を聞いてきました。めっちゃスタディになった。ご住職の方が、親父の知り合いで、そうめんもごちそうになりました。ありがとうございました。いいご縁で感謝です。俺からもみんなに 元気気と勇気を与えててきたね人生は冒険だーって言って、まあ、言葉遣いおかしいだろうって元水もね先日動画にしてたんですけどただ今回ポイントとなるのはこの関西寺というところなんですよね関西寺まあこの話に関して、まあ、引用リツイートしてる人がいて「親鸞会は浄土真宗を語る団体で献金要求が半端ない統一教会のような教団だというスタディをしたよ」ってんちょっと待って親鸞会って言ってるんでちょっと話飛躍しちゃったんですけどこれがね関西寺の今のねあの 場所の名前なんですよ宗教法人浄土真宗新蘭会の完成寺なんですよなのでこの新蘭会に入ってる寺に っていうことになるんですよね、でね、この診断会が怪しいぞっていうことで、ネットで話題の会らしいんですよね。上診断会は浄土真偽を語る団体で、献金要求額が半端ない統一教会のような教団っていうね、えー、そういうふうに噂があるんですよ。で、実際に診断会、被害者の会とかっていうものもあったりして、でもまあここにね、あのー、リンク貼ってあるんですけど、ちょっとその内容も読もうかなと思います。被被害害者者ののの方のエピソードになるんんんでですけど A ささがが今回の被害者で、えー、お母さんが 新鸞会で活動しておられ、お母さんが、ねえー、入っていたとで、あまりに多額な献金と、新鸞会側の非常識な対応に驚かれ、当会に相談されました、被害者の会に相談されました、以下、A さんの書かれた原文ですということで、こんなことがあったんだよって、本人の財産だからというのは、それまでの月会費、えー、2000円または5000円、新聞、雑誌代、弔問、講習料1回1000円。 交通、宿泊等の実費だけだと本人から聞いていたからですとそのお母さんはこれぐらいしかかかってないよというふうふに言われてたんですけど多少の寄付があるかもしれないが社会通念上で考えられるお寺へ不正をするくらいの金額だと考えていたものが本人から新鸞会への送金、伝票振込用紙を見つけたときは我が目を疑いましたって。 なんか思ってた金額と違ったっていうことでね本人が入院した頃特に診断会から隔離したわけではなく当時、別ドで生活していましたし母への電話に勝手に出られるのもはばかられ用がある方は留守番電話に吹き込んでくださるので母が良くなったら聞いたらいいわと思っていました。そう,こうしているうちに高額な財政の えー、ことを知りいろいろ調べた上で診断会をシャットアウトしようと決めましたというこんなね一つエピソードがあったんですよ。まあ、他にもねあの先ほどのどこかな、えー、この被害者の会の、えー、リンクのところにはいろいろあったりするんですけど実際にこのツイートで、まあ、画像を上げてくれてるんですけどもうこのね診断会に対してめちゃめちゃ高額な振り込みがあるぞってえ一1101001000万10万100万えちょっと待って3000万の振り込みとかがあるの、まあ、ちょっとこれどういう経緯の のお金なのかっていうのは分かんないですけど。 こういうもんなのちょっとボトビツはわかんなくてこんな高額なの普通払わねえだろうって思うんですけど、まあ、他にも500万だとか1000万そういった振り込み用紙が出てきてて、まあ、これちょっとボトビツは普通ではないなって感じが率直に感じたんですよまあまあまあ理由があるかもしれないけどね、まあ、こういう証拠とかも出てきてるという話なんですよでねネットでウィキペディアの話にはなるんですけど一応この浄土真宗診断会についてね、えー、見ていってみたら浄土真宗診断会 は鸞は1958年に発足した仏教系の集団、新蘭会は自らを新宗教と呼ばれるものを好まず浄土真宗の宗派の一つであると主張し今日の浄土真宗本願寺や真宗大谷派など他の浄土真宗各派はすべて新蘭の教えから逸脱していると非難していると、まあ、この、ね、新しくできた新蘭会はもともと浄土真宗おかしいと非難していると。で 一方、伝統的な浄土真宗系、各宗派は教,教義の解釈の違いから、親鸞会を異端と見ている。まあ、逆に言うと、親鸞会、お前言ってることおかしいだろうっていう状態なんですよね。まあ、ちょっとここら辺の詳しい話をしだったら、多分長くなっちゃうと思うんでね、ここら辺で終わりますけど、主として組織的に偽造した布教方法を批判されることがあり、カルト教団であると批判的に議論されることがあるということで、まあ、少なくともそういう疑惑が 上がったりだとか怪しさがあるよって周りの人が思って批判的に思われているという部分もあるらしいんですよね。まあ、これがどうなのか是非がどうなのかっていうのは置いといて、まあ、とにかくカルト宗教の疑惑があったりだとか、えー、先ほどのようなこんな振り込み用紙、まああまりにも高額な振り込み用紙とかも出てきてるというような話なんですよ。うん、まあ、疑惑は疑惑、怪しいねっていうところなんですよね。そことですよ。 あここだよね「親父の知り合いで」ってご住職の方が「親父の知り合いお父さんゆたぼんパパとご住職の方が知り合いなんですよ。えって怪しいところと知り合いなのってこれはあくまで疑惑なんでお父さんも全然触れてこないとは思いますけど結構。 これ今までで一番闇な部分な気がするんですよね、元光は。これはもしかしたら相当やばい話なんじゃねえのかって思いましたけどね。まあ、ちょっとネットの意見も見ようと思うんですけど、関西寺は最近、親鸞会に役員交代したお寺って、あ、最近なんだね。で、親鸞会は高額な献金、宗教団体であることを隠して勧誘、怪しげな被害者の会があるなど、カルトとしてもネット界では有名らしいです。まあ、実際どうなのか わかんないけど、まあ、ネットでは有名。んそこの住職とユキ、まあ、パパでね、パパが知り合いあおさしーっていうことで、ね、この人も、ね、ツイートしてくれてますね。まあ、こちら、いいねさせていただきますね。とか、あと、あるものが金を募り、それを信じる者が献金するのをカルトとすれば、ユーチューバーと投げ銭する視聴者もある意味カルトって。 まなるほどね。まあそういう考え方もできるんだっていうふうに元々思いましたね。この人の意見を見て。今、お金の使い方っていうのはかなり多様的になってて、YouTube と YouTuber とかに、ね、投げ銭するっていうのも全然あり得る、普通のことだっていうふうになってますけど、ただ、まあ、形だけ見れば、大きく見れば、それもカルトじゃねえかっていうふうにね、この人は言われてますね。まあまあ確かにねって、以前、ユタボンが、ユタボンスタディー校で全国の人々や不登校児らとに、えー、元気と勇気を届けたいみたいに クラファンやったたののももそれにお金支払う人がいたのもカルトじゃろとまあなるほどねまあそういう意味で見ると確かにやってることは近いのかもしれないですねまあということでこちらもねいいねさせていただきますね、まあ、ということでまあ今回です結構 <laughs> 結構マジでやばい闇の話が出てきたんでまあ今後本人たちが言及することはないとは思いますけど結構やばいねっていうあ黒い話が、ね、出てきましたということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを終わらせていきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました